えーはいえー、おはようございます、さございます。音楽ネタですもしよかったらお付き合いください。あのー、この間ね、本、え、当、ー、気まぐれで思いついて、もうずいぶん懐かしい40年ぐらい前にコピーしたサンタナさんの、ねえー、愛愁のヨーロッパヨーロッパを、えー、弾いて、ちょっとだけ弾いてみたんですよ。そしたらあの思いのほかあの、やっぱ懐かしい方多いんですわね。 えとコメントいただいたりあの、いいねをいただいたりして、よしじゃ、じゃあフルバージョンでと思ってねあ、昨日もちょっとやったんですけどね、サンタナ難しい、<laughs> 難しいあの、微妙なデリケートなコントロールが必要でね、あのフィンガリングにしろ、右手のピーキングにしろね、あのなんかすすり泣くみたいなね、ところっていうのがね、 手加減難しいんですよそれからあのピッキングのタッチを残さないためにフィンガリングでねハンマリング音とかでこう。 あんまり強いアタックが出ないようにして、人間が歌って、吸いなくけてるみたいな雰囲気を出そうとするとかね、難しいんで、もうちょっと、もうちょっとお待ちください。そのうちフルバージョンをお届けできるんじゃないかと思ってるんです。で、この時もね、なんかこのフィードバックのね、あの、雰囲気、雰囲気だけ出したくって、いかにもなんかアンプに向けて、フィードバックやってますって、みたいなポーズをとってるんですけども、ヘッドホンでやってるもんで、当然のことながら、フィードバックなんて起こりくはないんですけど、まあ、雰囲気、雰囲気ということでやってるんですが、それで、まあ 前からね欲しいと思っててこれがあの今日の本題このお話の本題なのですけれどもフレックアウトねこれね去年も楽器屋さん行ってねあのどうですかフレックアウトってこれあのえっ、ー、とライン取りでもあのフィードバック奏法みたいな効果が出せるという優れもんでしたね えー、まあ結構値段もいいんですけども、これはサウンドハウスさんで、これは定価なんでしょうね、2万9800円税込みとなって、ところが入荷未定なんですよ。 えー、なかなか入ってこな,なくてで楽器屋さんに聞いたらね「いや入ってこないんですよどうしてかて」という半導体不足まあ例のあの戦争の影響もありましてですかねなんてことで全然入ってこなくて中古品が入ってくると直売れますとかね <laughs> そういう世界な,なんですよねこれ欲しいなぁと思ってても本当と頑張ってるしあのの,のみにもある気がないであのギターで我慢している生活なのでこのぐらい自分 自分にプレゼントで買ってあげようかななんて思ったんですが物がないことにはどうしようもないもんですんでね。であのさあねちょ,ちょっとこれぼってんじゃねえかと思うんだけどあのアマゾンに行けばあるにはあるんですよこれこれ。で定価で税込み2万9000円まで約3万円なのが1万ちょっと乗っけられてるんだね。<laughs> まあ、しょうがねえか。需要と供給の関係で、こういう値段がになっちゃったのかな、ね、みたいな思うんですけど、4万ちょいか、そこまでしてほしいってほどでもないんだけどななんて思いながら、フレックアウトをね、えー、っと、どうしようかななんて思いながら。 あの眺めております本当さもうやめようよね戦争ねやっとなんかあの少しあれなんですか停戦に向かって少しはあれなんですか中国がなんか仲介役みたいな話でどこまでなんですかねまあ言っちゃ悪いですけど中国とかロシアの首脳陣っていうのは信用ならんんですよ本当にえっ、ー、とだって中国だって気球飛ばしてきてなんか白々しいこと言ってるし。 あのロシアにしたって本当のところ、波乱そこでは何考えてるのか分かんない,いうような感じがするしね、そういうのもやめて、あのそういったそこに費やしてる、あの化学技術だとかエネルギー資源っていうのを、民生用に使うとね、本当、格段にあの生活レベルは向上すると思うのですよ、なんで争うんですかね。あの 昔ですよね、ロシアってあの確か岩倉島民のについていったあの施設団の書、ね、記官の人が、ね、当時のヨーロッパの様子をあの記録しているのがあるんですってこの間、ちょっと聞いたんですけれども。 あの昔からロシアっていうのはそういう国らしくてつまりその、えー、ヨーロッパ諸国の中では最も、まあ、あの立ち遅れてるのはロシアなんだけどもロシアの,その、えー、領土拡大意欲っていうのが最,最,最大級であるとかって <laughs> 昔からやってるのあいつらって感じだし中国は中国で中華思想でねまあ自分たちのことを誇らしく思うのはいいのですけれどもいろんな文化圏があるわけですから全部自分たちの中華思想でまとめようなんてやめてほしいよ。 やめてほしい本当に <laughs>。というわけでそんなことのための軍事力に費やすお金があったらばもっと楽しいことに、ね、使いましょう。<laughs> 使いまましょう、すみませんというわけでフレックアウトもうちょっとかなもうちょっと待ちかなそのうちあの普通の科学で入ってきたら考えようかななんて思っております。それじゃあ